みなさん、グレスカッツ、こんにちは。那須塩原市の国際交流員のフロリンです。今日はオーストリアの春に楽しめるメイポールを紹介します。まずはオーストリアの春を知ろう。オーストリアの春は那須塩原市と同じく長い冬がやっと終わり、だんだん暖かくなって、花の香りと戻ってきた渡り鳥の鳴き声が聞こえます。3月はまだ寒いですが、雪が溶けて、スノードロップ、クロッカス、サクラソウなどの花が咲き始まります。4月は暖かかったり、雪が降ったりと不安定な天気ですが、5月は暖かくて最高の月です。日本の春は桜ですが、オーストリアは桜の木が少ないです。代わりにリンゴ、アーモンド、アンズなどのフルーツの木の花やライラックなどが咲きますが、わざわざ見に行く習慣がありません。しかし、家でチューリップなどの花を飾る人が多いです。オーストリアの5月1日はロード祭の日です。しかし、メイポールというもっと古い伝統も同じ日にあります。5月1日に街中でメイポールという木を飾り、ダンスなどのイベントを行います。こういったイベントはローマ時代からあったと言われています。現在のオーストリアに住んでいたゲルマン民族が夏の始まりとして祝いました。詳しい記録が少ないですが、メイポールは実りのあふれる都市になることや、例内の幸運のお祈りに使われたのでしょう。今でも男性が好きな女性の家の前にメイプールを置く習慣があります。ゲルマン民族の頃にはその時代にハガツッセンと呼ばれる女性の占いを頼むことがありました。キリスト教が広がってきた時にはハガツッセンのことを悪い魔女だと思い始まりました。中世紀にはこれまでの祭りの代わりに聖ワイフォグの記念日になりました。5月1日の9日前から魔女の対策をいろいろ行いました。今でも続いている習慣もあります。例えば魔女が怖がるように教会の鐘を鳴らしたり、鞭でパンという音を出したりします。それから、清めるためのかがり火などがあります。現代では、魔女の対策よりは、お清めのために行います。ヨーロッパでは、魔女たちが4月30日のワイポーギスの夜に集まってくると言われますが、魔女についての考え方が変わってきて、現在にあちらこちらで魔女をテーマにした楽しいイベントを行うこともあります。5月1日には町の中心にメイポールが立ちます。前日や先日の夜に高い白樺の木の枝を切って木の肌を剥きます。リースとリボンで飾り付けます。筋肉の力と長い棒だけを使って町の広場などで立ち上げます。地域によってライブ音楽やブースがあったり祭りのようなイベントを行う町があります。メイプルを中心にしてダンスをしたり木に登るなどの習慣があります。ダンスはメイプルのリースにたくさんの長いリボンを結んで踊る人は
輪になってリブの手に持ちながら踊ります。踊りの動きでリブが編まれて、だんだんリブが短く輪が小さくなります。メープルは5月末まで飾ることが多いですが、秋まで飾る町もあります。立ち上がる前の日、内緒で隣町のメープルを盗む習慣もあります。盗まれないように監視する人がいますが、それでも盗まれることがあります。メープルを盗まれた町が、泥棒に身代金としてビールなどを渡してメープルを返してもらいます。身代金を渡さないと盗まれた木が隣町に立つこともあります。リンツ市でもメープルを旧市役所の前の広場に立っています。今は人気がある習慣ですが、リンツ市にとってはそのメープルというものは苦々しい記憶もあります。ナチス時代にもメープルが使われたので、1976年までリンツ市内でメープルを建てることは禁止されていました。現在はナチス時代前と同じように吹奏楽や踊りなどで盛り上がっています。他にも小さいメープルがあり、子どものアクティビティや音楽や食べ物で盛り上がる祭りもあります。皆さん、メープルの祭りはいかがでしたか？各地域の過ごし方はちょっと違うため、楽しそうなイベントを調べてぜひ参加してみてくださいね。今日はメープルを紹介しました。また今度会いましょうね。オフィラセン、ディスパイ、お元気でね。